カイエターナ、フィッツ・ハメス、ストゥアルト・イ・シルバは、スペインの貴族女性、資産家、第18代アルバ公爵。イングランド王権スコットランド王ジェームズ2世、7世の諸子である初代ベリック公爵ジェームズ・フィッツ・ジェームズの、着刑子孫にあたる。存命中、アルバ公爵くらいの他にも40以上の尺余裕し、これによって現存する、国家政府によって認められた。 貴族称号を世界で最も数多く有した人物として、ギネス世界記録に認定されている。第17代、アルバ公爵ハコボフィツハメス・ストゥアルトと、その妻である、第9代3、ビセンテデル・ファルコ女公爵マリアデル・ロサリオ・デ・シルバの間の一人娘として、マドリードのリリア宮殿で生まれた。先例の大母は、スペイン王妃、ビクトリア・エウヘニアである。 ヒーババマリア・フランシスカデス・サレス・ポルトカレルロは、フランス皇帝ナポレオン三世の皇后、ウジェニーの姉である。1947年10月12日に、セビリアにおいて、第九代外マイオール公爵の息子、ルイス・マルティネスでいるホイ・アルタスコスと最初の結婚をした。この結婚式は、大変に豪華なものとして、国際的な注目を集め、世界で最も費用のかかった。 結婚式と報じられた。夫妻の間には五男一女の六人の子女が生まれたが、1972年に死別した。1978年3月16日、イエズス会の元主催だったヘスス・アギーレイ・ウォルティスで、サラテと再婚した。アギーレは被着室死で、カイエターナより11歳年下であり、この結婚は、当時のスペイン社会では、終文として取り沙汰された。 にもかかわらず、公爵夫妻の中は睦まじく、系譜、アギーレとカイエターナの子供たちとの関係も良好だった。アギーレは、カイエターナの長男と一緒に、アルバ公爵家の所領を経営していたが、2001年に死去した。カイエターナは2008年頃から24歳年下の公務員で広報関係企業の経営者でもある。 アルフォンソ・ディエス・カラバンテスとの結婚を望むようになった。この結婚は、カイエターナの子供たちのみならず、スペイン・オーフ・アン・カルロス一世にも反対を受け、子供たちが、二人の関係は友情に過ぎず、結婚の予定はないとの声明を発表する事態に、発展した。しかし、カイエターナの結婚への意思は固く、ディエスの求婚を財産目当てだとして敵視する、子供たちに財産分与をすることで、 彼らをなだめた。ディエスもまた結婚に先立って、カイエターナの財産に対する、いかなる要求もしないことを宣言している。カイエターナは2011年10月5日、セビリアのラスドエーニャス宮殿において、ディエスと3度目の結婚をした。新郎は60歳、新婦は85歳だった。カイエターナの財産は2011年時点で、最高で35億ユーロ。 最低でも6億ユーロと見積もられている。アルバ公爵家の収集品には、ディエゴ・ベラスケスや、フランシスコ・デ・ゴヤの絵画作品、ミゲル・デ・セルバンテス、ドン・キホーテの初版本、クリストファー・コロンブス直筆の手紙、スペイン各地にある宮殿、膨大な書量が含まれている。2014年11月20日、セビリアの自邸で死去。8歳没。 最初の夫との間に5人の息子と1人の娘がいる。子供たちは全員カイエターナから借用を受け継いでいる。ありがとうございます。